それではライオンズファンの皆様、お待たせいたしました、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事なおかわり2打席連続ホームラン、中村剛也選手です。中村さん、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは1本目から振り返っていただきたいんですけれども、どこまで飛んだかご自分でお分かりになりましたか？それは全然見てないんで分かりません。西武ドームの左中間通路まで行きました。大きな一発でしたね。そうですね、まあ、打った感触良かったんで、まあ、飛距離は別にどうでもいいです。久しぶりのここ西武ドームでの一発というのはご気分いかがですか？まあ、あんまり打ってないんで、まあ、気持ちいいです。それから中村さん、おかわりの2本目お話聞きたいんですけれども、見事な逆転のアーチでした。そうですね、まあ、負けてたんで、まあ、ここは一発行きたいなと思ってたので、ね、よかったです。あの逆転ホームランの瞬間、打った瞬間に右手を高々と上げました。まあ、感触良かったんでついつい上がっちゃいました。中村さん、これチームは最近逆転勝ち、逆転勝利が続いていますが、このあたりチームの勢いいかがですか？そうですね、まあ、点取られても、まあ、諦めない気持ちで戦っているんで、まあ、そういったところで逆転できているんじゃないかなと思ってます。今日も見事な逆転勝ち、これからペナントレース終盤に入ってきます。最後にファンの皆さんに熱いメッセージをお願いいたします。もう残り少ないですけど、全部勝つつもりでいきます。次も素晴らしいバッティング期待しています。はい、見事な連続ホームラン、中村剛也選手でした。